一の鳥居聖神社は、茨城県中市聖にある神社。式内社、日立国二宮で、旧社格は、県社。神門は、丸二桜。日立国風土器、九時軍の城には、聖織の里とあり、城庫に領を織る気を知る人がここで初めておったので、その由来となったと見える。また、和名類受賞には、日立国久寺軍に、一人号の記載があり、 これらの、しどりが縮まり、姓の地名、社名となったと推測される。なお、当地は現在では、中郡地域に位置する。当地を含む九時河合姓は、中世には、九時西合理であったが、文徳検地で、中郡に編入されたという。祭人は次の世柱。主祭神の竹発地の命について、ここ周囲には、アモウツチと記載され、地の演素であり、文符を追って、 アマテラス大臣に仕えたとある。また、日本初期人代には、静かみ竹初地の命とあり、竹三和知人、共通出身の吉原中国平定で従わなかった、星神加賀せをへ派遣されて平定したという。なお、江戸時代末期までは、田地からおの命を主身としていた。新編日立国史によれば、その当時に祀られていた、田地からおの命は、古勝村から遺災したもので、 古来から静まっていたのは天陽土命であるという、創建は不詳。新編日立国史では大同元年に創建されたという社伝を載せる。前述のように当地は和文部、すなわち文様付けの布を織る技術者集団の居住地と見られ、聖神社はその関係者と見られている。また、聖神社東方には五世紀を中心とした古墳群が残っており、 聖神社との関係性が指摘される。国史では、庭元年に、精神の深海が15以上に少女されたと見える。延長5年成立の演技式新名庁では、日立国久寺軍に、聖神社名神大と記載され、名神大社に列している。また、鹿島神宮や吉田神社と共に聖神社は、日立国の二宮として数形されたという。このように数形された理由として、 遅くとも、奈良時代から、麻布の使用が、庶民に広がったが、北地国はその特産地であり、聖神社が、その生産に関与したためとする説がある。中世には、佐竹氏が当地を領有し、佐竹貞義によって、聖神社境内に広し願寺、聖法寺、聖安寺が設けられた。江戸時代には、慶長7年に、徳川秀忠から新領150国が寄進された。 その後は、水戸徳川家の祈願書とされ、維持管理は藩費によってなされたという。漢文7年に、徳川光国が社殿を修造し、広島街寺を含めて三寺は廃されたが、この際に動員が発見されている。これにより、神仏集合から唯一草原神道に改められた。以後も、徳川市から数形され、徳川綱だからは三十六河川が奉納され、 徳川成明が天保十二年の火災で消失していた社殿を再建した。なお、その火災で燃えた新木の切り株は現在も境内にある。明治に入り、近代社格制度では、県社に列した。本殿、廃殿、老門に代表される社殿は、天保年間に徳川成明による再建である。また、境内には東京織物卸商業組合が寄進した。 織姫像があるほか、聖神社の使いは白い旗織物が長く伸びる様子を表した白蛇とされており、現在も織物との関係は深い。手説は潮神社その他、境内には数社が鎮座する。なお、古くは旧暦4月9日に、磯織神事として海岸まで進行が行われていた。所在地交通アクセス周辺注釈出店。ありがとうございます。